それでは第11回学部3年ゼミ対話システムと題しまして、自然言語処理研究室の西山から発表を始めさせていただきます。まずはじめに今回参考にさせていただいたのはいつも通りこちらの方になります。発表内容は対話システムの歴史から発話の意味、最後に質問応答を軽く触れたいと思います。まずはじめに対話システムの歴史ですが、対話システムとは簡単に言うと、人と自由に対話するロボットだとかシステムを表します。1980年に放映された2001年宇宙の旅という映画で放映された中に登場する人工知能のハルというのが、まあ、はじめとして現在では、まあ、SF ではおなじみのものだと思います。まあ、こちらでは例えば、まあ、ドラえもんは、まあ、他にも多機能なのはあるかもしれません、他の機能もあるかもしれませんが、まあ、こういったような人と対話するロボットだとかシステムが対話システムと呼びます。はじめに登場した対話システムの代表的なシステムは2つあって、1つがエリザというシステムで、もう1つがシャードルという2つのシステムがありました。まずはじめにエリザについて説明すると、エリザは精神療法とかカウンセリングで対話を行う際の状況を模範したシステムだそうです。相手の発話の中身を理解することはなくて、相手のことに対して相手に対してこう何て言うんですか、オウム返しに近いような感じで返します。EMAX のメタと X ドクターというコマンドを打つと出てくるので実際やってみたんですが、例えば実際は英語でやるんですが、リンゴなんかカウンセリングなので最初にその何か今あなたの問題を教えてくださいみたいなことを言われるんですが、それに対して私は例えばリンゴが私にとってとても美味しすぎるんですみたいなことを言ったとすると、なぜあなたがリンゴがとても美味しすぎると言うんですかというふうなように返してきます。というふうにこう文章の中のある文をある単語を取ってきて相手にそれを聞き返すような質問を作るようなプログラムでした。意外にも会話は自然に進むんですが、こちらからの情報は一方的に出していくんですが、エリザから新しく情報がもらえるということはなかったと思います。一方でシャードルというのは理解に基づいた対話を目的としたシステムです。ただし、ロボットアームで積み木を操作するという、その動作のみに特化した対話内容に限定しています。しかしながら、その、世界の中ではコンピューターの中で全てが理解されるというような、世界を作り出した、初めてのロボットになります。例えば、積み木の操作について、現在の今この例えばこういうふうな世界があったとして、積み木が今こういうふうに置かれているっていう状況をまず理解することもできますし、例えばこれがアームなんですが、このアームで例えばこの箱を下に下ろせばそのどれだけ動かしたかというふうなのも全て理解しているそうです。またそれだとかあれだとかいう小関係もある程度解釈して対話することができました。例えばユーザー側がピックアップレッドブロックというふうに、こちらの赤いブロックを持ち上げてほしいというとシステム側から OK と返ってきて、この実際に、アームを使って、赤いブロックを探してそのブロックを持ち上げることができました。また実際にこれはちょっと平面な感じなんですけど、実際には 3D で描画することができるそうです。しかしながらエリザには対話の内容を理解しないため表層的な会話することしかできません。またシャードルは積み木の世界だけでしか会話することができなくて、実際の世界に拡張することが非常に難しいということが問題に挙げられました。またどちらもテキスト入力によるシステムで対話というのにはちょっと違うんじゃないかということで音声入力が必要になりました。その後1990年には音声による対話システムが開発されるようになり、2000年にはアメリカで自動音声応答の入力をテキストではなく自動発話に置き換えるサービスが開始されました。現在ではコーパスと機械学習による自然言語処理の進歩やビッグデータに基づいたクラウド型音声認識での大幅な性能向上もあり、音声認識が非常に進化して現在では皆さんがよく知っているような Siri だとか音声対話システムの Siri だとか、こちらは携帯端末操作と質問応答に加えてエリザ型の雑談、相手の言っていることは理解してはいないんですが対話がある程度成立するような雑談対話が融合したものです。また日本では喋ってコンシェルだとか音声アシストだとかいうのが開始されました。次に対話における発話について考えます。文の意味は前後の文章や発話する場面や状況などの文脈に大きく依存します。このような文脈に基づいて発話の意味を扱う分野を語用論と呼びます。まずはじめにそもそも人間が発話する意味について考えたいと思います。
人間の発話は単に事態その何か事態を表現するだけではなく、聞き手に対する何らかの働きかけや自分の意思を表明しているというふうに解釈することができます。それには例えば依頼だとか勧誘だとか命令、他にも約束や宣告といったようないろんな種類があるんですが、さらにその発話の意味はその発話の意味上の意味だ、地面上の意味、例えばを超えて、必要な場面があります。例えば日曜日は暇ですかという質問に対して、それは、遠回しに日曜日に遊びに行きたいから、その予定を聞いているので日曜日に遊びに行こうという勧誘になります。またちょっと暑いですねっていうのは、人にもよるとは思うんですが、エアコンを入れてほしいという依頼が相手の言葉の裏にはあるというふうなのは考えられます。このように間接的に相手に意思を伝えるという行為を間接発話行為と呼びます。このように間接的に相手の発話を解釈する必要があるにもかかわらず、私たちは普段会話は円滑に進んでいます。これは会話の参加者がある程度ある原則に基づいて会話に参加しているためであると考えられます。グライスという方はこの原則を4つの公理にまとめました。こちらの1つ目は量の公理というのは1つ必要かつ十分な情報を提示すること。例えば先ほどの日曜日は暇ですかという問いであれば、日曜日がそれが暇かどうかというか相手に自分が暇かどうかを知るために必要な情報を相手に提示することが必要です。また質の公理というのは真実性のある情報を提示すること、嘘はつかないとかそういうことですかね。関係性の公理っていうのは関係性のある情報を提示すること。例えば日曜日は暇ですかと言っているのに全く関係ない、こちらの例えばエアコンを入れた方がいいですねみたいなのは関係がないので、そういうのは会話では不自然に進んでしまうというふうなように捉えられてしまいます。また様式の公理というのは明確で簡潔な形で情報を提示することを長ったらしく言わないというかそういう感じですかね、というふうな4つの公理があります。私たちの会話は普段この公理を満たすように行われます。またしかしながらいくつか満たさないものもあると思うんですが、これらの公理に反する発話が行われることもあります。例えば日曜日は暇ですかという問いに対して月曜日には試験がありますと答えたとします。これは先ほどの公理からすると質問には適切に答えられていなくて、まず量の公理には反していますし、質はちょっとわからないんですが関係性もちょっとわからないんですが相手に簡潔な形で情報提示をしていないので量と様式の公理に反していると考えられます。しかしながらさらにその答えは相手は暇ですかと聞いているのにかかわらずありますという何々がありますというだけでイエスかノーかは答えていません。しかしながら公理に反するには何らかの理由があるんじゃないかとこの場合人と人で対話している場合は質問者が考えます。仮に関係性の公理がこの月曜日に試験があることが日曜日が暇であることと何らかの関係があると仮定すると遠回しに何らかの勧誘を断っている、もしかしたらこの日曜日が暇かどうかに対して勧誘を断っているんじゃないかと推測することができます。このように会話の中では曖昧な言い方をしたり嘘をつくことももちろんあります。しかしながらそれらは単純に会話の行為に反するというだけではなくて何らかの相手の事情があるということを推測するための一つのなんていうかヒントになります。最後に簡単に質問応答について説明します。質問応答とは情報検索のようにクエリに対して関連する文章を順番にランキングして返すだけではなくて質問に対してその答えを明確に抽出して答えるタスクのことを質問応答と呼びます。現在の質問応答では一般的に扱われているのは自律型質問という形式になるんですが、例えば富士山の高さは何メートルですかだとか、あなたが住んでいる地域はどこですかなど何らかのそれちょっと違うんですかね、実際の事実に基づくことを相手が答えられそうなものに対して事実型質問と呼びます。この例では例えばこのような質問では質問文から回答のタイプを選択します。例えば今回は何メートルですかと聞かれているのでおそらく答えは長さを返す数値表現であると考えられます。次に質問文をクエリとして情報検索を行います。例えばこの場合では富士山の高さは何メートルですかと聞かれているので富士山と高さというクエリで情報検索をします。でこの場合これで検索を行いその検索した文字列の中に何々メートルという表現があった場合にはそれを取り出します。
最後に回答候補の頻度だとかその出現する文脈などを手がかりとしてランキングを行って最もトップのものを今回のこの何メートルですかという問いの答えとします。この回答をする際も質問と回答の学習データを用意して機械学習を行うことで手がかりに対する重みを学習することができます。以上で発表を終わります。ありがとうございました。